三重県庁舎は、三重県津市広明町13番地にある三重県の各部局が入居する建築物。三重県庁本庁舎と三重県議会議事堂からなる。三重県庁の一部の機能は、津市栄町1丁目954番地にある三重県栄町庁舎のほか、三重県内重視に設置された各庁舎に振り分けられている。現在の 本庁舎は1964年に完成、地上8階、地下1階建てで、東俣建築事務所の設計、大林組の施行による、同年4月20日には、落成を記念して、工房を実施した県、県省、県期と三重県民家が制定された。1995年の阪神、淡路大震災を機に、耐震診断を行ったところ、構造耐震指標が0.38で、 耐震性能が低いことが明らかになったため、2001年10月9日から免震工事が行われた。明治村に移築復元された旧三重県庁舎旧三重県庁舎は1879年に完成し、1964年まで使用されていた三重県庁舎の本庁舎。国の重要文化財であり、愛知県犬山市の博物館、明治村に移築されている。 地方の技術者が明治初期に建築した技用風建物の修作と評される。1877年10月に建設候補地を選定、内務省へ伺いに赴いた。この時点では愛知県庁舎のような開示系平面の中庭月2階建て庁舎にする予定であった。1878年6月10日より建設事務を開始して雑木林を切り開き、 8月に、庁舎工事の入札を行った。本館は、三重県庁第三課土木係の清水美八らの設計、名古屋の当領、伊藤平左衛門によって建設された。県庁舎の建設費は19,883円43銭一輪。総建つぼは、約500つぼで、うち241.5つぼの本館は、西洋風、木造2階建て瓦武器だった。 この本館は東京の築地ホテル館に似たハイカラな建築物であったことから落成当時は地方より弁当持参で見物に来る客が多かったという。また玄関を中心とした左右対称構造とベランダを2層を巡らした構造は当時の内部象徴者に習ったものである。現在は回路で東京から四日市港に運ばれさらに杖え送られた。 玄関の礎石、角柱、串型アーチには地元産の遺跡石が採用された。廊下は当初、武器晴らしがったが後に窓ガラスが入れられた。1964年に現在の庁舎が完成、教養開始となった後に解体、明治村に移築、復元された。1968年に国の重要文化財指定を受けた。一方、跡地は、 三重県営の公園に整備され、1967年に県庁前公園として開園した。坂町庁舎2006年4月1日に現象となるまでは、三重県民サービスセンターという名称であった。伊勢庁舎県内重視に使命を冠した庁舎があり、島庁舎を除く旧庁舎に地域防災総合事務所、または地域活性化局が設置されている。以前はこれに加えて、 被災庁舎があったが、現在は廃止され、建物は津南警察署となった。北勢中勢島庁舎南西伊賀大和庁舎東、紀州中尺現在の伊勢市岩淵千切り野心、友左衛門の本陣昭和39年発行、三重県市271ページには、正月3日とある。出展、ありがとうございます。